こんにちは。今日はひばり結びです。タペストリーはもちろん、ストラップとかを取り付けるときにも使える方法です。このように輪にロープを通していくだけです。今お見せしてるのが ひばり結びの表ですね。きっと皆さん、キーホルダーとかに取り付けるときにやったことあると思います。もう一つがひばり結びの裏です。今度は棒の下からロープを通して、このように輪に通していきます。棒のすぐ下、ここの部分が違いますよね。表と裏になります。どうでしたか？ぜひやってみてね。